何十個本ですかこれ。わかんない、書いてないね。これは円本みたいやけど、どうなんでもないでしょうか。中に入りませんか。え、堺の古墳は大体看板、大体取って、看板立ってんだけどね。あら、これは手前が、手前に古墳があるということかな。古墳があるということは前方後墳かね。わからんな。なんだろう。どう見てもわからんな、これは。看板もないかね。看板も。ほら、前方こういうふうに見えるんだけどね。看板ぐらい、どっか作ってもらわないと。まあ、堺はね、かなりね、看板がきれいにいろんなこと作ってくれてるんだけどね。ああ、看板ありました。これは前方こういうふうでございました。長さが50メーター、高さが3メーター、そんなもんか。こっちが公園墳の方やね。はい、これ見てみましょう。あ、これか。具合消防墳。これでしたか、さっき見てたやつの。これ円墳だってことなんだよね。円墳？あー、なるほどね。円墳には見えないんやけどね。これが粉あってるからやっぱ見えないんだな。段になってるからな。大安寺公園にすぐ大きさ、62メーター。あー、なるほど。高さは表示ないか。5世紀後半。これ、しかし、私は見た感じはね、前方後円墳の形に見えんだけどね。そうなんだろうか、これ。これは反対からこう歩いて歩いてたろう。はい、わかりました。じゃあ、具合消防古墳でございましたか。はい。60メーターの円墳だそうです。おお。広いグラウンドが。あ、これ見たことあるな、前な。これ、この辺通ってんだけど、分かってないだな。具合消防墳でございましたか。反対から見たらやっぱり円墳やね。反対から見るとね、もう完全に前方こういうふうに見えんねんて。ほら、この辺から見たらね、こう手前がこういうふうに見えて。ここなんか説明があるんだけど、ほら、具合消防古墳の墳丘が見づらいため、2メートル以上の、まあそういうことかね。あ、昔は見えなかったんちゃうかね、そういうことは。なあ、やぶなってなんか可能性あるな。ここから見ると、やっぱ完全な円墳には見えないな。円墳ですか、やっぱり。英語でございましたか。はい、英文でございました。はい、ありがとうございました。具合消防古墳でございました。ここから見ると本当にね、前方こういうふうに見えたんだけど。はい、ありがとうございました。具合消防古墳でございました。はい、次、向こうのやつ行こう。